2G の鹿島優です。演劇部所属です。もしかして演劇部だから学園の王子様？いや、それもあるけどよ。あれ、シャンプー変えた？変かな。いや、一瞬バラの妖精が現れたのかと思ったよ。あれを素でやってのける勇敢さをたたえて、我々は王子と呼んでいる。それでお願いなんだけど。待ってました。力仕事でも虫退治はちょっと苦手だけどやりますよ。これを着てほしいの。え、これを着る？ちゃんにもよくこんなことさせられたな。ゆりさんの胸とは僕のサイズが合うわけ。あれ、よく来たね、モルジアナ。あなたは一体？僕はユナン、この谷の森人かな。森人？ちょっと、私にも見せてよ。ちょっと、見せないでよ。イクス、放課後、俺の部屋で話そう。了解した。あ、遠慮しないでその辺に座ってくれよ。ショウゴ君、その前にシャワーを借りてもいいかな。念のために言っておくが、僕がシャワーを浴びている間絶対中を覗かないでくれ。いいね？覗かねえよ。これバスタオル。女？これから森へ向かうところです。今夜は宴会の予定だ。美味しそうな獲物は頼むよ。今日はリブル様も食べるすか？おうよ、なんせこの体には味覚があるからな。おー、いっぱい食べたらおっぱいも育つっすかね。え、あの子、着物？またお会いしましたね。ああ、偶然だな。ご存知ですか、辰巳くんが行方をくらましたこと。え、まあ変な人だとね。そしたら彼、随分顔色を変えていました。意外だな、そんなん気にしねえやつに見えるのに。人は見かけで判断できません。はい、見ての通り私は男子ですが。いや、見ての通りじゃないから。大体なんで俺をつけ回したんだ。実は私、いじめを受けているのです。いじめってどんなことされてるの？同じ学年の男子たちが私を仲間外れにするのです。例えば体育の時間に私が着替えを始めると、周りにいた男子たちが皆離れて行きます。すみません。え？今まで自己紹介もしてなくて、私こういうものです。え、今？キリメイルって？男？そのアバターで？いいですか、生まれ変わった菊池誠です。先輩、こいつ俺のなんで気安く触らないでもらえませんか。誠さん、超かっこいいの。今すぐ追い飛ばさせていただきます。私ごときが長いってごめんなさい。待ってください。強き武器を振りかざす騎士道を忘れた無頼の輩から訳ありの姫を逃がし、
ロードの元へ導くため助力してくれる姿勢の騎士たちを求め、協力者に姫は驚きを与えてくれるだろう。報酬は名誉のみ。レイジ君、昨日そんなこと言ってたな、確か。はじめまして、ここの職員の姫塚セオだ。カタカナでセオ、セオって呼んで。よろしく。カタカナ、元イギリス人だからな。それっぽく頼むわ。セオ、また俺の写真使ってやがったな、女振る口実に。あ、バレた。てめえの女遊びのツケ俺に回してんじゃねえ。ったく、今度やったらただじゃ済まさねえぞ。ああ、姫塚さん女性だったんですね。てっきり男性だと。男で間違いねえよ。あとセオって呼べ。セオ。セオ。わけねえだろ。来るな。もっと本気で来い。ホタル。もういきなりどっか行っちゃうんだもん。あれ、あんたまたブラつけてないの？やめろかなえ。ダメよ、おっぱいの形崩れちゃうわよ。立花は崩れるほど胸がないから大丈夫なのだ。おいおい、自分で言って落ち込むなよ。アシュリーさん、ちょっと本気を出してもいいですか？うん、もちろんよ。お疲れ様。お風呂を沸かしておいたから使ってちょうだい。千尋くん、タオルはそこの。あら、あなた女の子だったのね。ここに。だから死にすぎだっつってんだろ、クソ女。バカが俺。本気です。一本や二本比べたところで死にはしません。次はギパンをつけますね。してください。わかった。ああ、信じようやないか。君みたいな可愛いけなげな子がおるんやったら話は別や。リュウコちゃんやったな。俺があと15歳若かったら君に求婚しとるとこやわ。あれ、でもちょっとリュウコちゃん、女の子にしちゃ声がハスキーやな。風邪やったら大変や。気ぃつけてや。俺あ、帰れてキリン。フェステでの喧嘩は厳禁。みんなで決めたことじゃないか。ありがとう。ご苦労様。これでよしと。リンドウ君と呼べばいいのかな、それともサンでお願いします。リンドウランマルです、よろしく。特技は空手。ああ、いわゆる男として育てられちゃったパターン。パターンとかでくくるな。削るぞその脂肪。そうだ、変装。ここは変装して乗り切るのよ。完璧だ、これならバレない。ちょっとヒロさんは恋人同士なんですか？はい、まあ、なわけなかろうが。だいたいヒロは男だぞ。え、何を言うか、かぐや君だって男性と仲が良いではないか。はい、一号は女ですよ。あ、すみません、男装です。なに。院長、これ書き忘れがあるよ。はい、これでオッケー。あ、そうだな、本当にその通り。というわけでギュスターブは元妻への養育費を何とかしようとしてタイを離れていたのだ。なんでお前が言ってるんだよ、ちしょう。キャロラインとは昔寄宿学校で一緒だった。女房は女学校に行ってたんだぞ。なんでお前が一緒なんだ。なんでということはないだろう。私だって女だ。あ、知ってた。アラジン、君を僕の友人にしてあげよう。そう、それで。
兄さんって声が高いし、なんだか押し切りお姉さんだと思ったけれど、もしや男の人なのかい？ケツがでかいんだよ！と、私が男だとおっしゃるんですか？そうよ、他人にバレたら困るんでしょ？ちょっと何がおかしいのよ。僕の勝利だ。あ、二人？こいつはシズ、俺の双子の妹だ。双子？そう、普段は男の格好をして三星の森学園に通ってる。今のコンパル君ならグラウンドでも勝てそう。これでもか！近い。なんか顔が赤いぞ。今助けるぜ、ダイビングボディープレース。このジャンガキども、うちの大事なお嬢じゃなかった。若に何してやがった。シャルル・デュノアです。フランスから来ました。皆さんよろしくお願いします。え、男子、二人目の男子、しかもうちのクラス、美形、守ってあげたくなる系の。騒ぐな、静かにしろ。なんだ、そわそわして。トイレか？違うよ。あ、噂の転校生発見。しかも折村くんと一緒。な、何？みんな、こっちよ。とろとも出会い出会い。で、僕の望みは、ハヤトとずっと一緒にいることだよ。エミリア、俺もずっとお前と一緒にいられたらなって思うよ。あ、何やってんのよ男同士で。いや、これはその、僕の本名はエミリア・グーデンブルグ。実は女で、一応王女なんだ。ほどほどに。ほどほどじゃ面白くありませんよ。男の子だってのはいつ言うのさ。そりゃ、ノウツグさんが気づくまで内緒ですよ。その方が楽しいですからね。大事な時期なんじゃないのかな。ノウツグはあんまりねえと。おい、シロ、なんでそいつをギルドに入れちまったんだよ。アイドルだから。それは俺もよくわかってるってばよ。君は強くなる。うん、またどこかで会いましょう。あ、それと僕は男ですよ。ね、なっ、バカな、さくらちゃんより可愛いのに。